久保さん、なんか第一生命ネオバンク3万4000円ぐらいいってるらしいじゃないですか。もうちょっとですね。僕1万3500円です、今日。今日も振り込みありましたけど。もうこれ、2月まで何としてでもいかないとね、僕あの、レンズを買うんで、カメラのレンズをこれで <laughs>。これみんな、まあ、あの、やらないですよね。あんまり。まあみんなの銀行もそうでしたけど、 まあ僕もね、まあ、そうは言っても、みんなの銀行、初動遅かったですけど <laughs>、そう。でもやればあの、みんなの銀行やって思ったのが、あこんなにそのお互いにメリットがあるものってないなっていうのを、まあ、や,やらないとやっぱ感じないですよね。でみんなの銀行もそうだったんですけども、吉田さん、1500円振り込まれた、当時、まあ、1000円の時もあったし、キャンペーンの時1500円の時もあったんですけど、みんなの銀行ってね。 であのお客さんからねあの「振り込まれました」っつってね「ありがとうございます」みたいなね要は紹介してね「ありがとう」って言われるっていうねで今回のネオバンクも一緒で「振り込まれましたありがとうございます」っていうのをなもう何人か聞いてますからねうんお互いにメリットしかないのでただその相手にデメリットが感じないとするならばあ、まあ、銀行口座つくの面倒くせえとかなんかそういうとこだと思うんですけど うーんでもその1500円で終わるんだったらねあれですけど、まあ、紹介すれば増えるわけじゃないですかうんなじゃあ7万5000円もらったらう嬉しくないかなっていうと多分まあ一般的に嬉しいとは思うんですよね7万5000円はうん一般の給料が手取りね堀江さんのね その手取り13万のお前が悪いんだってバズりましたけどいや手取り13万の人だったら7万5千もらえたらめっちゃいいじゃないですか <laughs> いいっすよねまあそれが年収1億円の人だったらね全然話は変わるけども手取り13万14万の人が7万5千もらえたらめっちゃいいじゃないですかうんでもこれやっぱねやった人しか分かんないですよねうんだからまあ 久保さんも情報発信も10年以上やってますけども情報発信した人しかやっぱ分からないことがあるしまあ僕もそうですしね僕もあのもともと裏方でこうやってましたけどあの自分が主役となってねそう主役となってこう表に出て発信するのも悪くないなとまあ主役でありつつ脇役みたいな感じなんですけどねそう主役だとね結構お客さんにダイレクトにね ありがとうって言われるので、脇役だとね、あんま言われないってうか、脇役ってかもうみ知らない脇役だと、知らないから、感謝の言葉、僕にダイレクトに来ることはないですね <laughs>。そう。うん。はい。まあ、やったやつしか分かんない。いってらっしゃい。